はい、ナマステ。この、動画では、Google Meet を使って、自分の言葉に、字幕をつけてみる、リアルタイムにね、ライブトランスクリプションっていうのかな、それをやってみたいと思います。まず、ここのですね、たくさん Google のアプリがあるところで Meet に行ってみます。はい、 Meet ね。はい、すると新しい Meet を作ることができます。ニューミーティングでいいんですね、きっとね。はい、スタート、インスタントミーティングにしましょう。はい。で、こうするとですね、自分一人のミーティングを始めることができます。はい、Add Others はこれ後にしますね。はい、で、ここで、この下にあるケバブメニューっていうんですけどね、ここからキャプションをつける、これに行ってみますね。はい、今ヒンディーになってますね。ナマステアプケーセーヘあーメーバフッタチャフン。おお、はい、まあこんな感じでできるんですが、もちろん今ね、これヒンディー語になっているので、日本語喋ってもそれは、字幕として表示されません。はい、じゃあここで日本語に行ってみましょう。はい、ただいま Google Meet の字幕の設定を日本語に変更しました。こんなふうに、かなり正確に僕の喋っている日本語が文字化されているのが皆さんにもお分かりいただけるんじゃないかと思います。じゃあ次にですね、どうしようかな。ちょっと英語やってみましょうか。つまり僕みたいなネイティブじゃない、人ので、それなりに日本語なまりもある英語がちゃんと認識できるかやってみたいと思います。イングリッシュはどこかな。ユナイテッドキングダム。これがね、日本人なまりの英語とかがあればいいんですけど、ないんですね。Hello world. Wow. Okay. Thank you very much for recognizing my English. Even though I have a very strong Japanese accent, you could recognize my language. I really appreciate it. Thank you very much. はい、まあこんな感じで、多少ですね。これはちょっと違うぞ。ここからは今日本語喋っているので、全然違う英語が出てますけど、はい、まあ、こんな感じでですね、ある程度その日本語の英語に訛りがあっても、まあ、ちゃんと認識してくれるということが分かりましたね。はい、それじゃあこの動画はここまでにしましょう。はい、フィルミレンゲー。